とか愛とかわかんない人間の形を投げ出したんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明を、この小さな箱から出れない、気づいたら最後に渡した僕ら全員演じていたな。エンドロールに向かって行くのはさ、みんな必死に役を演じて傍観者なんていないのさ。私なんてなのどこにだっていないよ。ずっと僕は何者にもなれないね。僕ら今さっさ喰らい合って延長戦されなして、目で淡い愛想照れ流すことの愛想を、ドラマチックな展開をどっか期待してだろう。君も Yes Yes 息を飲んで、采配はそこにあんだ。閉鎖さはどう思いもその心打ち抜いてさ、まだ見ぬ糸を引いて黒幕のお魂さ。その目に映るのは、触れたら壊れてしまった、間違ってく様子をダメた、僕ら全員無垢でありました。いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを肯定しないと前に進めないかい。まあ、君にはきっと無理なんだ、だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやら外野にいたんだ、そんな外野ばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って、救いの手を待ってるのさ。考えたくないよ、バカになっていても、ずっと僕は何者にもなれないで。だから今前線上に立って、その果てを叩く待って、劣勢を頼る愛を、言葉すら必要ないよ。ドラマチックな展開はどっとヒートしてきたろう。君にも Yes Yes 息を飲んで、再会を誓い合って、ワンチャンしかない僕の一瞬をかけるのさ。クライマックスみたいな手に汗を握るのさ。ぽつりと泣いた、隠してきた本当はどこにもない、笑ってきた奴らに場所はない、理由なんてない。優しさに温度も感じられない、差し伸べた手に疑いしかない。穴が開いて愛は垂れてしまうになったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人の周り、あんたはいつも嘲笑うように大手前さ。君にはどんな風に見えてるんだい、呼吸を整えてさ。さあずっと僕は何者にもなれないで。僕は今さっさ喰らい合って、一瞬され出して、目で淡い愛想垂れ流すことの愛情を、ドラマチックな展開をどっか期待してだろう。君も Yes Yes 息を飲んで、采配はそこにあんだ。決勝そう